あ、おはようございます。今日は、7月19日の、9時40分ですね。9時40分。まあ、朝6時から目が覚めてたんですけど、なんか、ダラダラしてたら、9時40分になってしまいましたね。まあ、ダラダラ、そうですね、ダラダラしてましたね。ちょっとね、昨日、嬉しすぎて、昨日というか、おとついですかね、東京来る前が2時間睡眠で来てしまって、ちょっとね、新幹線、うっすら、酔いながら来たんですけど、で、昨日で、来て、で、まあ、布団がね、幸いベッドがそんなに柔らかくなかったんで大丈夫だったんですけど、起きてから6時からちょっとね、腰がちょっと微妙な感じだったんで、枕挟んだりしながらちょっと動かしてたら、まあ、9時前ぐらいですかね、になって、で、今まあちょっとシャワーして出てきたんですけど、で、この備え付けのこの、ドライヤーですね。まあ、こうメーカー名とか言ってもいいと思うんですけど、小泉のやつですかね。小泉ヘアドライヤー。15年生のやつですね。これ、すごい見た目かっこいいなと思ったんですけど、出力が弱くて、なかなか乾かなくて。普段ね、パナソニックのナノイーだったかな、なんか1万2、3000の使ってるんですけど、なんかすごい、風量もいいし、ちょうど、あったかさもいいし、これすごい音、今回のやつ音大きいしね、無駄に大きくてピーキーな音が出るんで、なんかうるさかったんですけど、だいたいいつも、2分ぐらいで乾くのが5分ぐらいかかるんで、まあこれをね、毎日してたら、1日3分として、年間でだいたい1000時間、1000分か ?1000 分なんで、6時だって、だいたい16時間ぐらいか。1年間で16時間ぐらいは、無駄になるんで、やっぱりね、いいものを買わなければダメだなと思う。その、音楽にしろ。音楽が機材ですね。機材にしろ。何でも機材の話してますけど、機材にしろ。で、まあ、ね、最近でしたら熱効率とか考えて、エアコンの、その、ラーニングコストとか考えたら、ね、それもそうですし、節水だと洗濯機もそうですし、なんか、いろいろ見直さなければならないなと思いながら、こう、すごい音うるさいなと思って、ドライしてましたということで、今から、椿ハウスの跡地に、行っていきたいと思います。全部が梅、まあ大阪の方はわかると思うんですけど、梅田っていう駅があるんですけど、下にすごい地下がなってるんですけど、全部の駅が梅田みたいで、で、新宿も今、出口が、なんか なんか1番出口とか5番出口とか B2 とかあると思うんですけど、僕の泊まってる新宿ワシントンホテルが一番左端ぐらいなんですけど、椿ハウスの跡地はまあ右ぐらいにあって、で、森岡さんはなんかスポットみたいなの右の方あるんですけど、地下でずっと新宿駅の出口として繋がってるんですけど、1.8 キロぐらいあって、まあ地下なんでね、日差しが当たらないんで、やる気100倍なんで行っていきたいと思います。じゃあ、まあ、まとめてね、後で、紹介していきたいなと思います。普段、まあ、これはね、ちょっと内側向いてるカメラで撮ってるのと、あと PV みたいなの撮るときって外なんですけど、本来すごい結構、ね、いい解像度で撮れてるんですけど、そこからフィルターかけてちょっと PV 風に色合わせさせたりとか解像度落としたりとかしてるんで、まああんな感じなんですが、今回じゃあ iPhone の初めて、Pro Max ですかね、12のやつ買った進化が出るんじゃないかなと思いますね。だから鮮やかな色で椿ハウス、まあ椿ハウスもうないですけど、椿ハウスビルと、あとそこら辺の街並みを撮っていきたいと思います。では、今日泊まってる前の東京都庁があるんです。すごい大きいですね。ここの前なんで、ここの、13階に今日泊まってる感じです。やっぱり東京は駐車料金が高いですね。こんばんは。今日は、7月19日の、これね、いつも逆に映ってるんで、ちょっとね、読めないんですけど、9月じゃない、これ9時22分ですね。9時22分、晩ですね。
っと今日の一日が終わりまして、恒例の寝巻きの、ね、寝巻きおじさんですね。これ、WHG、これは、ワシントンホテル、なんでしょう、これグループですかね。ちょっとわかんないですけど、WHO みたいなね、そんな感じの G ですけど。ということで、今日の二日目なんですけど、11時ぐらいですかね。ですとかね。11時ぐらいも出かけて、で、あの森岡さんの、椿ハウスと森岡さんのそこの2丁目、3丁目かな。新宿のところ行ってきたんですけど、やっぱりね、3丁目のところあんまり映すのもね、まあ、YouTube とか見たらガンガン人通り映ってるんですけど、良くないかなと思って、まあ、撮れる範囲で撮ったんですけど、多分ね、一件は、あの、書いてるスポットが生き残ってたと思いますんで、うん、また紹介したいなと。まあ、紹介したいなっていうのもおかしいですけど、こんなんでしたっていうので、ね、遠方の方は見ていただいたらいいかなと。すごい、ここのホテルから、あの、特殊、まあ、昨日も言った、今朝かな言ったかもしれないんですけど、新宿の、これ今後で地図かなんかを出しますけど、あの、僕の今泊まってるワシントンホテルの、あの、出入り口から、あの、一番、なんだったかな、あの、B4 かな、なんか、そんな名前だったんですけど、出口までの地下でずーっと歩いてて、結構普通に20分ぐらいひたすら歩くみたいなね、ものすごいしんど、まあしんどいというか、まあね、ちょっと足が、あ、そうそう。で、あの、結構ね、普通に、もう、ちょっと折れたのもあって、革靴とか履けないんで、運動してきたんで、まあいけるなと思って調子乗ってて、途中からちょっと速度上げた瞬間、ちょっと激痛が走ったんで、途中からもね、まあ、あの、潮らしい感じでゆっくり行ったんですけど、うん、なかなか、うん、良かったというか、うん、感慨深いですね。で、その後、打ち合わせじゃないですね。あの、一件目は、友達のおじさんと、おじさんって言ったらダメですけど、あの、まあでもおじさんですね。友達もダメですね。あの、仲いい人ですね。あの、今言ってたあの、ザードとかのシングルを作ったりしてて、で、機材をくれたりとかした人なんですけど、仲良くて、いろいろ情報交換したりとか、たまにしてるんですけど、久々に会って、いろいろ話してて、ザードの、今回なんか、僕知らなかったんですけど、アルバムが出たらしくて、それの印税の話とかしてました。まあね、何作ったか言ったら誰か特定されるんで、ちょっとね、あんまり詳しくは言えないんですけど、曲の作った時のエピソードとかがすごく面白くて、まあこれはね、言ったらあれかな、誰かは、もうどこにも書いてないです。多分関係者がちょっとね、分かってしまったらダメなんで、言ったらダメですけど、うん、すごい面白い作り方を、その、まあ、時間で言うと、3、4時間で強引に作った曲がシングルになったみたいな、うん、そういうエピソードをいろいろ聞いて、すごい楽しかったのと、あとは、最近 3D のいろいろ作ってるっていう話をしてて、あの、僕のあの、PV を見てて、爆笑をしてたっていう話をして、あ、なんか嬉しいなと思って、いろいろ喋ってましたね。で、その次が、これは、うん、またし、こっちはちょっと仕事の、話で、その次もちょっと仕事で、あんまり言えないんですけど、新宿で高田の馬場に行ってきました、今日は。どこもかしこも暑かったですね。で、新宿の2軒目で、ちょっと仕事の話だったんですけど、なんか、ハンバーグが美味しいからということで連れて行っていただいたところが、どこだったかな、新宿のパルコですかね。で、行って、で、極み屋だったかな。なんかもう、言われるがまま連れて行かれて、言われるがまま食べてしてたんで、すごい、その後ちょっとね、お茶していろいろ話してたんですけど、今後のこととか。まあ、すごい楽しくて。というところで、そのぐらいですかね。じゃあ今日の夜食というか、あれですね。今日、チーズプリンを、チーズスフレプリンを買ったんで、これを食べて、評価をして、終わりにしたいと思います。では、スフレ部分からですね。いただきたいと思います。今あれでしょう。これ何見せられてるんだって思ってると思うんですけど、まあね、僕も何してるんだってちょっと思ってるんですけどね。まあちょっとね、こう外に来てテンションが上がったということで、いただきますね。
スフレじゃないですね。これちょっとクリーム成分、クリームチーズの成分が強くて。クリームチーズ、うん。クリームチーズケーキですね、これはちょっと。これはスフレという名前を出してはダメですね。うん。カラメルも、この、なんかこの、とろみはいらなかったかな。うん。うん、プリンも微妙ですね。あ、すごいあれですね。文句ばっかりですね。じゃあちょっといっぺんに食べますね。うん。まあ、100点。あ、まあ、美味しいですよ。美味しいですけど、こう、合格不合格の札みたいなのがあれば、まあ、これちょっと不合格かなっていうところですけど、まあ、100点満点中で、ちょっとね、あの、カラメルの部分の、甘みですね。過度の甘みが強いですね。うん。47点でしょうかね。では、また明日。明日あれですね、もう帰りますね。明日帰ります。ではまた。